ヘイダーです。はい、今回ですね、2月26日に行われる予定だった FC 東京戦がね、ちょっと中止ということで、また別日にね、組まれるっていう形になりました。ということで、今回ね、振り返り動画はないんですけども、その代わりにですね、今週末行われます、J リーグ第3節のね、試合のプレビュー動画をお送りしたいと思いますが、その前にですね、今週の水曜日ですね、ルヴァンカップのグループステージ第2戦がありますよね。名古屋グランパス対サンフレッチェ広島の試合、エディオンスタジアムで19時から行われる試合なんですけども、この試合をまた同時視聴配信でお送りしたいと思いますので、ぜひね、ご都合をつく方、皆さん一緒にね、名古屋グランパスを応援しましょう。前回引き分けだったのでね、今回どうしても勝ちたい試合だと思いますので、皆さんと一緒に楽しく応援できたらなと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速プレビュー動画の方いきましょう。どうぞ。はい、では今回プレビューしていく試合はこちらになります。と、3月6日14時キックオフ、トヨタスタジアムで行われます J1 リーグ第3節、名古屋グランパス対サガン鳥栖の試合を簡単にプレビューしていきます。いや、鳥栖さんでしょ。去年ね、ダーボー食らってるんで、しかもあの選手誰でしたっけ、坂井宣義選手、ボコスコにやられたんでね。ただ坂井宣義選手、そして鳥栖の心臓だった仙頭選手をね、もう取り申したってことで、これはかなりね、プラス材料かと思いますよ。でね、さらにそれだけじゃなくて、鳥栖さんね、オフにね、かなりのね、主力選手出してしまったので、それなりに補強もしているんですけども、あんだけ選手が入れ替わると、またチーム作りの方もね、一からしないといけないしっていうところで、去年よりは苦戦しないのかなと思ってね。ただまあ試合もあるというところで、ダゾーンで第1節第2節鳥栖さんの試合フルでね、2試合見させていただきました。で、皆さんにはね、本当に残念なお知らせにはなると思うんですけどもね、鳥栖さん強いです。残念、強かったです。もうね、なんでオフの短期間でここまで仕上げられるのって感じで、もう連携バッチリだし、またよう走るし、圧がすごい、ハイプレスでうわーってくるし、またよう走るし、もうめっちゃ攻めるし、またよう走るし、ちょっと待って、まだ試合始まったばっかりだからって言いたくなるピッチにいたら、それぐらい本当いいサッカーしてたので、リーグ戦ではね、今2分け勝ち点2なんだけども、全然ね、どっちの試合もね、勝っててもおかしくないって強いなと思いました。ただね、グランパスもね、今年はファーストブレイクサッカーでね、とても強いチームに仕上がってきていると思いますので、その辺はね、期待しながら早速両チームのスタメン予想していきたいと思います。はい、それでは両チームのスタメン予想はこうなりました。ドン。はい、まずグランパスの方からですね、前節と変わらずだと思います。4-2-3-1で、ゴールキーパーランゲラック選手、最終ラインは左から吉田豊選手、チアゴ選手、中谷選手、宮原選手、ダブルボランチにレオシルバ選手と稲垣選手、左サイドハーフにマテウス選手、右サイドハーフに相馬選手、トップ下に仙頭選手で、トップに坂井宣義選手、こうなるかなと思います。相馬選手はね、ルヴァンでね、ちょっと脳震盪を起こしてしまって心配しましたが、日曜日の、ね、練習にはしっかり出ていて、ゲーム形式の試合もしていたので、まあ、土曜日は間に合うかなと思って、入れてあります。トスはですね、フォーメーション 3-4-2-1 で、ゴールキーパーパクウィリグ選手、3センターはジエゴ選手、ファンソッコ選手、島川選手、左ウィングバックに岩崎選手、右ウィングバックに飯野選手で、ダブルボランチは小泉選手と福田選手、ツーシャドウが堀米選手と菊池選手、トップに柿田選手としました。柿田選手がですね、ちょっとルヴァンでこちらも怪我したというところで、第2節の試合はね、ベンチ外だったので、まだ怪我が長引いて出られないっていう状況でしたら、藤原選手がありえるのかなというところで、カッコに藤原選手を入れさせていただきました。はい、はい、それでは画面はそのままで、鳥栖のね、要注意選手を言っていきたいと思います。いっぱいいるので、いっぱいいますよ。まずね、両ウィングバックがね、とにかくね、えぐい。これ E の選手だけじゃないです。左ウィングバックのね、岩崎選手もめちゃくちゃ仕掛けられるし、突破力もあるし、仕掛けられるしっていうところで、この両ウィングバックどうにかせんじゃならんと。で、さらにね、フォワードね、柿田選手になるか藤原選手になるか分かんないんですけども、柿田選手の場合はフィジカルがあって、空中戦強くて、さらにね、突破力もあって、で、裏抜けもできるっていうね、割と何でもできるスーパーの選手だと思うんですけども、で、藤原選手はね、柿田選手とはちょっとタイプ違うんですけども、あのね、フリーになるのがうまい。気づいたらフリーになっとるっていう、ポジショニングのところ、オフザボールのところの動きっていうかね、そういったところがね、めちゃくちゃいいので、藤原選手は藤原選手で、ね、出てきたらすっごい嫌なんで、どっちも嫌です。じゃあそこのね、柿田選手なり藤原選手に誰がパス出すのっていうところで、堀米選手、この人がね、めちゃくちゃいいラストパス出すので、この人も要注意で、さらにね、ジエゴ選手ね、たまにね、オーバーラップしてくるんですよ。で、クロスの精度がいいので、ほんと一発でコンってやられちゃう可能性もあるので、ジエゴ選手も要注意かなと。ということでね、たくさんです、
ぱいいます。はい、じゃあ今度グランパスの注目選手誰かなってなると、やっぱり昨シーズンまでね鳥栖にいた2人ですよね。あのインタビューでも仙藤選手やっぱり意識するって言ってたので、古巣との戦いはね、ここは期待したいなっていうところと、あとはね両サイドハーフですね。なんでかというと、あのさっきその飯野選手と岩崎選手両ウィングバックがめちゃくちゃ前に出てくるって言ったじゃないですか。ほんと前に前に出てくるんですよ。前に前に出てくるからこそ、この後ろウィングバックの後ろがねスペース結構空くんですよね。だからね取った後のねすぐ速攻の攻撃のところで言うと、やっぱりそこのねスペースを利用してねガンガンサイドからも攻めていってほしいなと思うので、マテちゃんと相馬選手はちょっとポイントかなと思います。まあサイドサイドって思わせといてのやっぱりね中からの縦パスなんかでやっぱりレオシルバ選手にも期待したいなと思っています。ということでね、グランパスの注目選手もたくさんいます。はい、では今回の試合の予想スコアですね、発表されてます。2対1で名古屋グランパス。はい、今回もですね2対1で名古屋グランパスという予想にさせていただきました。弱気になって申し訳ないが、1点取られる気がしてたまらんが、2点グランパスは取りますせっていうスコアですね。まあ酒井選手のねゴール見たいですよね、そろそろねっていう感じで、皆さん、おめでとうございます。2連勝というわけで2対1で名古屋グランパスの勝利となりました。はい、それではですね、今回 J1 リーグ第3節のプレビュー動画ということでお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。皆さん最初の方にもお話ししましたが、その前に行われる水曜日の試合、3月2日水曜日ですね、ルヴァンカップグループステージ第2戦サンフレッチェ広島戦をですね19時から同時視聴配信しますので、ね、ぜひそちらも皆さんね顔を出していただけると嬉しいです。はい、それではケイダータイムはこの辺でまたお会いいたしましょう。ケイダーでした。